来週22日に公示される参議院選挙を前に県警はきょう選挙違反取締本部を設置しました政府はきのう臨時閣議を開き参院選の日程を今月22日公示来月10日投開票と決定しましたこれを受け県警はきょう本部長以下111人の体制で選挙違反取締本部を設置しました 前回2019年の参院選では文書停止などの警告が13件、事務関係者の選挙運動違反として1件を摘発しました。現職2名、それから新人5名ということで7名の候補者が立候補を予定しております。厳正かつ公平な選挙違反取締りを推進していきたいと考えております。 立候補予定者が乱立し、混戦が予想される今回の静岡選挙区ですが、県警によりますと、きのうまでに文書掲示一件の警告をしたということです。